moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。1月23日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM F 向きの湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。あのね、王子ね、3日ぐらい前に、ね、ちょっとね、あのぎっくり腰の軽いのになりましたね。今日もまたね、名古屋寒くてね、ちょっと筋肉固まっちゃって、うん、あんまり腰の状態が思わしくなくてですね、ハッスルできない滑り王子マスクマンでございます。はい、先週ゲストで出ていただいた、台湾サキメンセンさんの佐久間さんなんですけども、その方にですね、名古屋でもうメンセン屋さんができたよって話を聞いて、メンセン屋さん行ったら、なんと麺せん屋さんが、しょうちゃんが大阪で、お友達が出店してたのの帰りに名古屋に偶然お店に寄って、全然待ち合わせも何もしてないんですけど、偶然ばったり出会ってしまったっていう、すごいタイミングでした。でそしてだから、ゲストで電話でこう喋ったんですけれども、なんとリアルにこの前日曜日にお会いしました、という奇跡の溝にこみすぎと、はい、ですね、実はですね、まあ皆様全国的に寒いっていうのはご存知かと思うんですけども、明日ですね、名古屋氷点下2度、いやなんですよ。また腰痛くなっちゃうな。まあですね、こんなに寒いのでテレワークしようかなと思ってるダンサーズ。まあ、一だな。いいな。いいな。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは掃除。今夜のテーマは掃除です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイトFMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。
興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。まずですね、お礼を申し上げなきゃいけないですね、はい。ペーターさんが、フルフルでコインの方フルフルって何、あ、たくさんってことか、はい、うん、投げていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。これで延長できますね、はい、ツイキャスがね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ですね、はい、ちょっとメールご紹介する前にですね、はい、シュプリムさんがですね、はい、明日の朝は警報級の雪を警戒して、早朝出勤なので寝落ちしながら聞かせてもらいますということですので、寝落ちする前にメールをご紹介します。、はい、ダンサーズさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロエクセレント滑り王子リスナーの皆様、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。テーマ掃除、ただただ戸籍を掃除したいですね。難しい。もしかしたら3回目の結婚がないとも言い切れないので、これは何とかしたいですね。あ、いいってじゃいけないね。あ、その前に、はい、嫁セカンドと離婚しないとダメですね。あ、3回目をね、試みようと思ったらそうですよね。ちなみにプレイボーイの王子は戸籍には1ダース分ぐらいの女性の名前が羅列してるのではないでしょうか。大変だ。いや、そこまでには至りませんので、そこまでね、がっつりいっちゃうとね、なかなか大変でございますんで、はい、その手前でやめておきます、王子の場合は。なるほど。チェッカーズ武装さんがツイキャスで、はい、戸籍の掃除わらわらってなって、しかも武装さん、シュプさん落ち着いてってで、埼玉の郷さん、ハッシュタグ戸籍の掃除トレンド入りしそうってペーターさんが、罰の掃除は本籍地のお引越しでって。でもあれ、今はあれですよね、はい、残らないんだっけ。え、そうなんですか。残る、ずっと残っちゃうのかな。残らないような気がしましたけど、今現在って、やっぱあれですか、バッテン入るんですか。バッテンは入るとは思うんですけど、その前のやつは入らないような気がしたけど、そうなのかな、全然わかんないですね。ちょっと、あんまりよく詳しくわからないですけど。ね、あ、FMJ 自身さんが、こんばんは、寒いせいか今日の接続は途切れがちですが、多分僕だけでしょうかって。あ、でもペーターさんもね、ネットが凍えてるのかな、時折プツプツって言ってますけど、大丈夫ですかね今ね、どうなんだろう。オープニングの時ちょっとね、音がプツプツしてるかなとは思ったんですけど、たまにね、王子口回らなくてね、ブツブツ切れてるように喋ってる時あるから、その場合もありますけどね。ね、どうかな、またちょっとね、気になるようでしたらお知らせいただければということで、ツイキャス、埼玉の郷さん、ダンサーさん、みそさん、2024マスクちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。埼玉です。埼玉です。埼玉です。埼玉、最近あれですね、ジャパンを言う感じじゃなくて埼玉ですになっちゃったね。
で、泉佐渡の特急サザンさん、こんばんはということで、こんばんはです。はい、どうもです。はい、で高坊さんはね、はい、王子ダンサーズさん、みそにこみさん、こんばんは、収録がありますので、はい、冒頭の挨拶のみで失礼しますって、王子慌てい果てしないでねって、うん、その慌ての泡がちゃんとしたあの泡です、ね、泡の泡になってますから ね。なんか最近高坊さんその泡にあれですね、ちょっと王子をね、ちょっと包んでもらいたいような感じのことが多い。王子が包まれるの？包まれたいですね。あ、そうなの？それは現地に行ったら包まれますよ。何現地って。埼玉の郷さんがただいまザンクロシーカーサワリをいただいております。あ、ちゃんとシーカーサーの種取ってから絞ればよかったって。あ、種が入っちゃったのかな。うん、種食べちゃえばいい。たまにかじったりしますけど、はい、あ、チェッカーズムソさん、お邪魔し名古屋で、カープボーイさん、みそにこみすきさん、ダンサーズさんが襲っても ダンサーズ3日が襲ってもなってるけど、ヤクミツルさん、皆さんこんばんは、ワン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 、今日は寒い、今の沖縄の気温13度ってよ、こっちにしてはこれはもう大変な寒さだ、あれ、ただいま あと10時になりましたって聞こえたって、うん、10時になりましたって聞こえた、あれ、なんか違うこと言ってた、え、合ってるよね、合ってる、うん、ね、オープニングでしょ、うん、うん、ね、10時になりましたっていうのが聞こえて始まったんだなっていうのが、そういうことではないでしょうか。今ですね、ちょっと最新情報ですけども、はい、これ多分那覇の気温なんですけど、はい、10.5 度、今、うん、寒いよ、うん、今日でも、あれでしたよね、ヤンバルの方最低気温がなんか一桁でしたよね。あ、であともう一つ、うん、まあ、これは、はい、そうですね、石垣島の気温も出てるんですけど、はい、13.4 度、石垣島ですかね、寒いですよね。寒いですね。しかもですね、沖縄はね、あれなんですよ、なんかね、やっぱり風が冷たいんですよね。その体感よりも実際の温度より体感温度が寒いんですよね。あ、風速 10.2 メートルだからね、本当に、うんうんうん、そうなんですよ。だからこう私たちがこう県外、沖縄県外で感じている寒さとまた違う寒さがありますよね、沖縄の寒さって。そして名古屋の気温現在 2.7 度、あ、冷蔵庫ですね、うん、寒いね、寒いね、うん、今ね、ツイキャスを見られている方は分かったと思うんですけど、はい、ちょっと王子ね、前髪をちょっと今触りましたけども、はい、うん、ね、チェッカーズムソさんが、はい、王子の前髪マイケル・ジャクソンみたいですねって確かに、どうしたの今日、チリチリになってない、そうでしょ、上手く乾かしましたので、そうなの、うん、チリチリになりました、うん、でちょっとね、整えてみましたんで、ちょっと前髪を今触ってたの、まあ言われてみれば、ちょっと マイコンかな感じ、ストーブの火で燃えたかなそうそうそう、あ、チリチリってなってる感じ、うん、でもね、本当にそんな感じ、チリチリってなってる感じ、うん、それ何、わざとそうしてんの、いや違いますよ、ちょっとこの乾かしたあの感じでこうなりました確かに言われてみれば、うん、うんうん、でもうまい具合にね、チリチリになりましたんで、ね、うん、いつもこんな風に綺麗にならないもん、ああ、一応これが綺麗な感じの状態なので、ね、うん、なんか、ね、ふわっとしてて、うん、ふわっとしてるね、確かに、うん、でしょ、だからいつも汗ばんじゃってちょっとベタっとしてる、そう、ベタっとしてるなしょうがないよね、仕事帰りだったからね、まあそうだよねそうそうそうなんです、まあ仕方がないそれは、うん、でバーモントさんがね、はい、こんばんは、こんばんは、先週末25度の泣き人桜祭りに行って四国に帰ってきたら一度寒い、おお、寒い、一度寒いですよね、寒いよ、四国そんな寒いんだ、電気毛布にくるまって放送聞いてますって、いや寒いですね、本当そうなるよね、電気毛布いるよね、本当いりますよね、うん、はい、はい、ということで、うん、はい、メールお願いします、はい、はいはい、はい、続いてですね、あら、まあね、アワティーハーティーしてる王子ダンサーズさん、磯さん、こんばんは、ラジオネームタカボです、まあ、もうなんかありがとうございます、お城帰っちゃったかな、うん、もうね、どうだろうね、もうなんかこう泡に、もう王子その泡聞くとちょっとまた違うイメージしちゃうからね、そう、うん、
掃除、もちろんやるのですが、私のメインは、断捨離です。断捨離しつつ、掃除をする。これも昨年末からのとある番組での約束から思い越しを上げて始めたことです。現在進行形で終了宣言はまだしません。そこでお掃除とかけてモンゴル出身横綱と解いた、その心はよく白鵬です。おー、王子もなりましたね。整いましたね。あ、収録があるので冒頭でドローンしますね。もう聞いてないじゃないか。聞いてない、ね、王子慌てハーティーしないでくださいねって、ね、いやもうあの慌てふためいてますよいつも、まあ、特に現地行ったらねもう喜んじゃって本当に。ああ、うんね、これが分かる人はあの、まあ、男性のみっていうことで、ごめんなさい、お黙り。ツイキャス続きかな、うん、はい、ヤンポさんがこんばんはということで、こんばんはです。で、サッチーさんこんばんみということで、こんばんみ。こんばんみで、埼玉のごさん、そういえば名古屋低温注意報出てますね、体調にお気をつけくださいって。全てこの男のせいですね。え、あ、やっぱりだからこれは自然現象だっていつも言ってるじゃないの。いや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 、この冷たい空気を持ってきた、ね、王子そこまでの力ないんだから。ヤンポーさん、そうそう、はい、テーマですね、あの掃除です。掃除じゃないですよ、掃除です、うん、あ、ね、よくあの学校で聞く。あ、ね、ありました ね、うん、はい、で沖縄大好きさんがこんばん名古屋、名古屋ということです、うん、はい、あの、うん、はい、ここのね、あの埼玉の郷さんがね、はい、あのおね王子っていう、このおね王子っていう意味がよくわからないんだけど、うん、これはどういった意味でしょうか。何、うん、だろう、おねになった、おねになった。おね王子、なんだろう。おね王子？なんかの話のあれでですよね、多分。うん。なんだろう。なんだろうね。ね、うん、ちょっとそこがまたあの泡に関係してることなのかな。はい、はい、あ、ごめんなさい、先週のですね、メールがですね、一つちょっとご紹介し忘れておりましたので、はい、紹介します。はい、銭形警部さんからです。あの中華料理のテーマでね、うん、はい、ありがとうございます。中華料理は数多くありますが、私の中で好きな中華料理ベスト3は、はい、第3位チンジャオロース。おー、うん、いいですね。で、第2位が中国4000年の歴史を持つラーメン。え、そうなの。え、ラーメンって4000年の歴史持ってたっけ。あのまたちょっと違うラーメンなのかな、うん、で第1位が餃子ですって、はい、うん、で餃子は幼い頃から大好物で、焼き、蒸し、揚げ、どの調理法でも毎日食べても飽きることがないですっていうことです、うん、でお三方さんにとって一番好きな中華料理は何ですかってことです。じゃ中華料理全般的にはあの王子好きですね、はい、麻婆豆腐も好きですし、うん、で今の餃子もね、今あれですね、ニンニクがなしのがあったり、うん、まあノーマルバージョンがあったり、こうマシマシっていうのかな、いいですよね、なんかこう、うん、たくさん入ってるとかさ、ニンニクなしっていうのが、うん、このお仕事の合間にも食べられるから嬉しいですよね、うんうん、なんか今いろいろあって、美味しく食べれますね。味噌ちゃんなんかは、あの餃子で思い出したんですけど、うん、今ねハマってるのがね、うん、コストコの冷凍餃子なんです。ほうほう、あれがね結構美味しいんですよね。あ、そう、うん、あれよくあのコストコもね、沖縄にできますからね、うんうん、ね、よくあのあれじゃないですか、あの王将とか の、うん、あの冷凍餃子とかも売ってますもんね。お、うん、だからそれはあの焼いてもらわずに、まあ、ご自分で焼いてねっていうの持ち帰りようとか、あ、お店で買ってってこと、うん、そうです、そうです、うん、そういうのもありますもんね。でもやっぱりね、お店で焼く方が美味しいんですよね。なんだ、そうだよね、ね、なんでだろう、違うのかな、うん、なんか違うよね、ね、ですね、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いてですね、はい、お願いします、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子こんばん名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。自分の部屋の床や机周り、ベッド下、
クイックルワイパーで拭いたりしてます。ああ簡単だもんね、うん。最近掃除したのはベランダ。去年の台風の時に倒れた物置を立て直したり。ごめん、ちょっとこれなんていうもの。何感じ？砂ぼこりだよ。うん、砂ぼこりや、落ち葉をほうきで履いてきれいにしたりしています。下読みしてなかったの？うん、読めると思ったら一瞬止まりましたね。なるほどね。だからさ、みんなね、王子ちょっとあれかなと思うときは振り仮名振っといて。おだまり。どっかの局のあれみたいですね。農園の番組ですみたいですね。振り仮名多めにってやつですね。うんうん、そうなんですよ、はい、今ね、はい、一瞬止まっちゃいましたけどね、失礼しました。はい、うん、はい、でもね、そうだね、まあ、外なんかはよくちょっと、ごめん、ちょっと追加する、今追加する回りました。はい、そう、なになに埼玉の郷さん、王子しっかりしなさいっていや、私はね、武装さんがね、はい、王子って書いてね、カッコして王子って読み柄書いてくれてるの。ありがとう、ありがとう、みんなありがとうね。ね、だから今ね、部屋の中よりか外の方がね、風の強いてたかがありますので、うん、はい、ね、落ち葉とか本当にそういうのがたくさんね、ベランダなんかに止まりますよねっていう話をしようと思ったら、なんかクスって2人とも笑うから、どうしたのかなと思いましたがびっくりしちゃったよ。埼玉の郷さんが八王子って書いてかっこして八王子ってかな振ってるんですよ。ああ、うん、いいね、いいですね、皆さん、うん、でそしてですね、モモンガさんが、はい、ツイキャスで初めまして、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは、初見なのですが面白いので釘付けです、恥ずかしいけど勇気出してコメントってありがとうございます。いや、いや、どんどんいろんな ね、ご意見をね、王子いただいてね、漢字が読めない王子です。だってさ、はい、ね、全然違う風に読んだらもっと失礼でしょ。だからね、うん、まあまあそうね、うん、堀は読めるでしょう、ね、え、じゃあ俺ひらがなで書いてるかなと思ったもん。お黙り。ね、よくこういうことがありますので、王子の場合はね、はい、もう昔からたくさん振り仮名を振っといてねっていうふうにお願いしてるんですけど。ふざけるなそんで沖縄大好きさんが砂ぼこりを一瞬読めなかった王子って泣いてるし、ね、ほこりを全部払えなかった王子困り顔になってて、そしてモモンガさんがちゃんと砂ぼこりってひらがなで書いて、カッコして漢字で書いてくださってます。だからよく王子はね、いろんなところでこういう埃をね、ダストダストって言ってるからね、うん、ダストダストって言ってるからさ、地獄を見るわよ。だからといって英語に強いわけではございませんけど。お黙り。もう面白く、ごめんなさい、ツイキャスが面白くて私ちょっと涙が止まらない。チェッカーズ武装さんが、はい、こんなところで初めまして、なんだかとってもごめんなさいって。え？いや、もうね、まあ、これはよく、ね、皆様にも言われますけど、自然な王子の、まあ、このメールの読み方でございますので、まあ、ちょくちょくそういうことがありますね。うん、ね、うん、ああそうか、埼玉の郷さんがね、はい、関東は八王子と王子があるので注意って書いてある、地名がね、あ、はい、うん、そうね、あれですよ、北区、東京都北区王子っていう地名なかったですよ。ああ、そういうことですね。その地名の話で、そっか、言われてみればそうですね、うんうんうん、まあでもね、王子というよりですね、どなたか忘れましたけど、卵って呼んでた人もいますそうですね、うん、滑り卵、ね、滑り卵が点がついてましたからびっくりしましたよなんかちょっといろんな伝説作りすぎですよね。あ、でもね、一つ今思い出しましたけども、はいはい、うん、この埼玉の郷さんのね、はい、このコメントですけども、うん、これ本当にの王子もね、王子なのか王子なのか、はい、王子ね、迷っちゃうんですよね、ひらがな打つときに。ああ、自分、うん、王子なのか王子なのかね、自分滑り王子って言ってるのに、うん、でも王子でいいんじゃないですか、王子だよ、はい、うん、ここら辺がね、はい、冷静に考えるとねちょっと待って、今滑り王子って散々言って、今それを言うの、それこだわるところですか。いやいや、今このコメントを見て、今それ言うの、うん、見てね、ああそうか、うん、ちょっと考えちゃったなと思って、うん、王子なのか王子なのか、うん、こういうところでもちょっとこうね、
こう脳みそを回転させながらね、皆様のコメント読もうかなと思って。脳みそが空回りしてる気がするな。空回りメール言ってもいいですか？どうぞ。はい、ダンサンさん、みそさん、2024マスクちゃん、リスナーの皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。埼玉のゴーです。ありがとうございます。あれさ、言ってくれないの今、ゴーですって言ったのに。ジャパン。あ、ちょっとタイミングがずれてるね。もう一回言おうか。はい、どうぞ。はい、埼玉のゴーです。ジャパン。決まったね、決まったね。決まったかな。決まったね。ちょっと最近さ、やってないからさ、ポン出しのさタイミングダンサーズとずれてたよ、ちょっと。ああ、そうですか。はい、失礼しました。エコですね。ではい、あ、ポン出しじゃない、ごめんごめん、はい、エコね。で、テーマの掃除、子供の頃から母親に掃除はできて当たり前と厳しく教育され、小学生の頃から自分の部屋の掃除機かけ、窓拭き、サッシの掃除などをやらされていたので、ヨミンチュワイフと付き合っているときに部屋の掃除をしたときは味を占めて、掃除はこいつにやらせようって思ったそうです。奥様すごい。で、あの、今でも掃除でストレス発散できる安い男です。おお、素晴らしい。車の掃除も好きですが、子供たちが外の球技かっこサッカーと野球をやっているから車内の掃除は諦めてますねっていうことです。ああ、そうね、あの、子供たちが帰ってもう靴で入った途端にね、もうマット汚れたりしますもんね、うん、なるほど、いいですね。でも掃除でストレス発散ができるって。そうですね、ね、うん、もう掃除するとストレス溜まるもんだって私、うん、ね、掃除苦痛な時ありますよ。ありますよね、うん、いいですね、なんか、うん、あの、いろんな色掃除してると、はい、なんか見つけません？あ、なんかこんなところにこんなあったとか。ああ、あります、あります、うん、ずっと忘れてて、うん、あ、すごい前のやつだけどなんか出てきたみたいなね、うん、探してたものが出てきたりはしますね、うん、案外ね、それを、自ら探そうと思ってもなかなか出てこないんですよね。そうそう、うん、で、そういう掃除の時なんかに、あれ、こんなところにあるわとかさ、掃除の時に出てきますよね、うん、だいぶ経ってからね。そう、だからちょっとしたこう、ね、この間の中に落ちてたりとかする場合がありますもんね、うん、それはなかなかね。でもその時点で私たち掃除得意じゃないってバレてますよね、多分ね。うん、まあそうだろうね。もうその発言がもうダメでしょうね、きっとね。はいはいはい、続いてですね、はい、あら、まあ、これ素晴らしいラジオネームですね、はい、王子大好きみなこです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつになったら介護していただけるのかしら、うん、お三人様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。我が家には水道にはつなげなくてもいい高圧洗浄機があります。おら、おう、値段も1万ちょい、コンパクトで、試しにお風呂場を洗ったら水かけただけでも洗濯機近くのカビが落ちました。おう、おう、車にも使えそうなので暇な時にやってみます。王子にも高圧洗浄機で水かけたら成長しますか？あの、これはちょっとコメント控えたいところでございますけども、うん、高圧洗浄機でね、うん、これは成長するとかございますよ。水かけられたら。ん？ん？これはなかなかその、端的には申し上げれませんけども。ちょっとよくわからないね。セグハラです。え、なんで？今久しぶりにリアルチーン出ましたね。だ、じゃあ、だってさ、高圧洗浄機でいろんなとこ現れたらちょっと痛いような気がしますでしょ？ね、お黙り、うん、はい、もういいです。もういいの？もういいの？はい、次どうぞ。はい、はい、続いてですね、こちらは、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。います。ダンサーさん、みそにくみすきーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。耳掃除はあまり頻繁にやらない方が良いと聞くのですが、つい耳かきを手に取り書いてしまいます。家には何本か耳かきがありますが、その中でもしっくるくるお気に入りの耳かきをついつい使ってしまいますね。皆さんは耳かき好きですか、ということでございます。ああ、ね、あんまり耳かきしない方がいいっていうのはね、うん、そうそう、聞いたことありますね、うん、そうだね、うん、だけど気持ちいいですもんね。やっぱりでも気になるからちょっとね、うん、
耳かきというか綿棒で取ってしまうんですか。これはもうあのみそちゃんもご存知かどうかわからないですけど、うん、一昔前にですね、うん、そういうお店がございまして、綺麗なお姉さまの膝枕であの耳かきをしてもらうっていうそういうお店もございましたけどね。この前大須に行ったんですけど、うん、ありましたねそういう店ね。あ、またある。はい、あ、ありました、ね。うん、膝枕で、うん、で耳かきみたいなことがあって、うん、あるんだと思ってそういうお店、うん、ね、だからそういうお店もございますんで、ね、うん、それをあの楽しみにしていらっしゃるそういうあの、まあね、あの中年男性の方が多いんじゃないかなっていう、うん、でもあれって何、中年男性だけじゃんとは限らないんじゃないですか。決めつけちゃうんですか、うん、いや、なんかね、そんな気がしてしょうがないの。いや、うん、なんかあのそれは決めつけだよ多分。そう、よくないですよ。あの若いあれ、その方も行くってこと。それは偏見ですよ。そう、偏見ですよそれは。そう、あの若いあので、はい、こう女性がいらっしゃるからさ、うん、あ、でもそっか、若い人でもそういうの好きな人いるかもしれないですね。そういえばあの、はい、あれなんですよ、メイドカフェなんですけれど、うん、私あのあれですよ、友達の親子でえメイドカフェに行ったって言ってましたよ。あら、だからあの子供を連れて、うん、あのあれですよ、もちろん 女性ですけど、うんうん、お母さんと息子でメイドカフェに行ったって。ああ、そういう、うん、あ、だからそうか、そういうのもありなんだなと思って、うん、ねえ、そうなんですよ。最近インバウンド需要もあるんですよ。ああ、そうですね、外国人の方もね、うん、楽しむっていうね、スナックとかメイドカフェを楽しむっていうね、うんうんうん、で特に人気があるのがあのオムライスにケチャップで塩かけて、あれがなんか人気があるらしいですよ。ああ、そう、うんうん、これはあれ、あの自分でかけるのか、そのお店の方がこうケチャップかけていろんなことを書いてくれるっていう、そんな感じですか。そうですね、リクエストとかハートマークを書いてあ、うん、やるみたいですよ。そうですか。そうなんで、うん、でも本当に実際に私大須歩いてたら、そのお姉さんにそのメイドカフェの女性でもどうぞって言われましたよ。あ、うん、そうですね、あの王子ね、あのそういうお店はちょっとね、あの行ったことがないもんですからうん、だからそっちのジャンルは興味が、うん、あまりないんですね。あの、まあ、聞くところによるとこの、うん、チャキっていうの、あの写真チャキね、チャキっていうチャキ、チャキ、チャキはお茶でしょう、お茶の器、お茶の道具でしょう。あ、チャキはね、うん、チェキっていうの、うん、あのなんかそういう、あのインスタントカメラ、まあ、俗に言う、うん、でそれであの写真が撮っていただけるっていう王子滑ってます。なんか今日すごい笑ってるよね、みそちゃんね。今日さ、ダメ。今日なんかもうあのツイキャスのコメントにもすごい笑えるし、はい、もう王子の発言にも笑えるし、どうしたらいいな私は。あ、そうなの。そう、はい、もうですね、うん、もういろいろあります。今モモンガさんチャキ、ね、ペーターさんチャキで撮影ね、ああそうだからね、ちょっと今、ま、私放送できないんですけど、これじゃちょっとね迷ったんだよね。あの、まあ、何を迷うの。昔で言うね、あの、はい、インスタントカメラとかさ、うん、ね、って言おうかなと思ったんだけど、なんかインスタントカメラがチャキで、だからね、ちょっとその時に、はい、なんかチャキかな、なんか言ってたなと思って悩むんだ、うん、でそれでちょっと、ね、思い切って言ってみたら違ってたっていう ね、うんね、うん、そういうパターンですね。はい、もうツイキャスで改めて漢字で出されるともう笑えますね、はい、ねえ、チャキで撮影、そう、あ、チャキで撮影、チャキ、ね、チャキチャキ王子、あ、ね、あ、そういうことね。ちょっと1回 CM 行きましょうか ね、 そうですね、はい、CM です、はい、CM です、はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、
ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。はい、名古屋は栄養のコーナーです。はい、すいません、ちょっとなんか取り乱してますけども、はい、この取り乱してる中で埼玉の郷さん、重大発表というほどではないです。もう皆さんご存知のことの改めてということになります。皆様のご存知のようにですね、FM ギノは大改装がありまして、はい、放送ができなくなる日があるんです。で、私たちの番組もですね、2月6日がそこに関係していきまして、はい、放送が通常ですとできなくなります。そうですよね、通常ですと、うん、しかしなんですけど、これしかしが入るんですけど、うん、1月2日の放送って皆様覚えていらっしゃいますでしょうか。うん、ツイキャスと FM 波リスラジ違う内容でお送りしてましたけども、はい、この2月6日も同じようにツイキャスと FM 波別内容でお届けをさせていただこうと思っております。ほう、はい、2月6日は生の配信はこのツイキャスのみですね。生で、ツイキャス配信をいたします。そして、FM 波リスラジ、はい、こちらは別内容なんですけども、その別内容についてなんですが、はい、今回はですね、うん、この旧名古屋メンバー3人が選びました曲を流そうかなと思ってます。実を言いますと、ご存知のようにですね、旧名古屋、うん、これツイキャスでも今音楽流れてるんですけども、はい、まあ、大人の児童でこれは流せる曲を今全部やってるんですね。あ、今ね、この BGM はそうですね、はい、うん、でですね、まあ、FM 波と、ツイキャスじゃないわ、リスラジですね、こちらに関しては、まあ、大人の事情がガチガチになってますの で、うん、でその大人の事情ガチガチで流せる曲を流そうかなと思っております。うん、で、この3名が選んだ曲、うん、1曲ずつですね、はい、流しまして、でその曲についてのエピソードをお話しさせていただこうと思ってます。で、まあ、すでにですね、まあ、私も決めてますし、うん、もう準備をしてます。で、滑り王子も曲の方聞きました。まだ三つ煮込み席はまだ聞いてないんですけども。ああ、そうですね、まだね。まあ、事前に申し上げておきますと、滑り王子が選んだ曲、うん、まあミーハーだなでもミーハーというか、まあ、うん、なんかすごいね、うん、なんていうのかな、うん、まああまりね、あれ言うのもあれですけど、はい、うん、結構ハッピーになるような感じのね、うんうん、王子もなんか嬉しくなっちゃうような感じの曲を選びました。はい、普段ね、はい、カラオケとかでそんな歌ったことはないんですけども、うんうん、聴く曲なんかはちょっとこうね、はい、こうノリノリになるかなっていうね、そういう曲を選びましたので、はい、なるほど、うん、ノリノリ、まあこれはあれですかね、リアルのよく聞きますよ、この文字が選んだ曲はよく聞きます。うん、うん、選んだんですけども、なんだろうな、
軽いというかチャラいというか、いやこれはですね、まあ、一つ、ね、ヒントを申し上げますと、はい、ね、なんかみんなで、はい、曲予想してるんだけどどう考えてもこの今ノリノリで予策とかさ、雪国でノリノリなの、ノリノリって話してるのに、よし行くぞさんの雪国ですかとか予策ですかとか、それを、うん、まあそうするとね、先ほどちょっとね、はい、ヒント申し上げようかなと思ったんですけど、はい、それ言うとあまり面白くないですので、まあちょっとみんな考えてみてください。まあまあ要はそのお気に入りの一曲的な感じで紹介する番組っていうことで、まあ、C っていうのはですね、チェッカーズ無双さんとメイちゃん、まあここ2、3年の曲です。うん、で2年か3年の間の曲でしたね。面白いですね。みんなミヒマル GT ですか、はい、とか DJ オズマじゃないですかね、うんうん、なぜこれを、なぜこれをっていうのは、もしかしたらあれ、王子の年齢にそぐわない曲って思ってる？年齢というかですね、そこに繋がるのが分からなかったんですよ。そうなの？はい、だからまあ、どう繋がるんだろうな。いやもうこれはですね、まあ、これちょっとね、いろいろお話するとすぐ分かっちゃうからね、分かっちゃうから、まあ、まあ、まあそれは当日のお楽しみということで、うんうん、まあ、要はそのリアル電波の方は楽曲を流してっていうことですね。まあ一つね、じゃあ内容別内容でっていうことなのかな、なのでツイキャスとは全く別内容になります。はいはいはい、なるほど。で曲は流します、はい、ちゃんと音の事情が入った要素がいっぱい入った曲ですね。流せます。ツイキャスでは流せないですけど。なるほど、はい、じゃあこの収録は、ツイキャスでは流さない。来週ですね。あ、来週収録するんですか。来週どうしましょう。来週、ツイキャス、キュー名古屋のアカウントで曲は流さないですけど。あ、そうですね。トークだけ流しますか。そうですね。じゃあ、はい、あれですね。まあその放送が終わった後に、はい、まあ収録をやるということで、はい、まあ先取りで、曲は聴けないですけれど先取りで内容がってことですね。そうですね。あ、あと私、まあ、自分がもう選んだ曲はですね、もう、もういっちゃうの？いや、曲、まあ、概略だけですね。いや、言わなくていいんじゃないの？いいですか？いや、実は、つい、これ、ここまで言っちゃうと分かるかな？いや、分かっちゃうよ、それ。うん、まあ、大元のソースはレコードです。はあ、レコードなんですけど、これをね、流そうかなと思ってます。レコードです。はい。じゃああれですね、はい、その来週の放送の後に一応その収録をするという形で、まあツイキャスは曲は流せないけれどってことで、はい、音は流れないですね。はい、音楽は流れない。まあそして2月のその1週目の放送は、はい、まあ別その収録とはまた別内容でツイキャスで流すということで、はい、でリアル電波の方は収録したものを流すということですね、はい、曲付きで。全く別内容ですね、はい、狩又凛太郎久高まりで週休2日やっぽさん違います。はい、ね、でもなんかいろいろね皆さんがこう、ね、まあね、考えてくれてるよね。バーモントさんがマツケンサンバ2だなとか、同じ愛知県出身ですから、まあそうだね、マツケンは、なるほどなるほど、はい、いろいろありますね。そうだね、いろいろ考えてみて、ね、まあ、素直に考えてもらえれば、もしかしたらですよ、もしかしたらね、みんなもね出てくるかわからないですけど、はい、こう頭の中にね、まあ決してホーリーブスではございません。ホーリーブス、なかなかのところ、なかなかでしょ、2024王子レコード大賞って埼玉の王さんが、はい、あとチェッカーズ無双さん、最近レコード借りられ、借りられる場所見つけたので、場所見つけたの、なるなる、そうなんですよね。最近レコードもですね、注目されてますしね。ね、で、進撃のめいちゃん生放送再開は2月13日でしょうかの予定なんですね。ああそうですね、の予定なんですけど、工事が長引くかもしれないと、伸びちゃった場合はまた同じパターンかなと、思っております。で2月13日って、はい、このミクソニコミスキーですね。
なんか今なんか言ったね。なんで急にミューシャントネームになっちゃったの。生誕祭なんですよ。はい、誕生日ですね、うん、13日ね、はい、59歳になるんですけども。違う違う違う。いや、やめて、なんか新人賞じゃん、そんなリアルな年齢言うと。もうすぐ還暦。もうあの違うって。あの王子はそれ以上何も言いません。はい。ちょっとやめてよ、本当に59歳だと思われるでしょ。ダメですよ。はい、内緒だよね。なんか FMJG 新一さんが当てに行きますって言って、はいはい、なんか答えてますね。じゃあもう最初に言います。違います。あれ。そうなの、うん、はい、はい、ということで、はい、名古屋は栄養2月の放送のお話でした。はい、はい、はい、メールご紹介します。はい、お願いします。進撃のめいちゃんからですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、リクエスト、マスク王子、寒い夜だから。あ、寒い夜だからってなんか歌ったじゃない？ありますありますね。寒い夜だからってのありましたよね。結構書きましょうか。これはちょっと歌ってもよろしいですか？はい、じゃあ BG 落としますね。はい、いきますよ。寒い夜だから。それ以上わからないんですけど。あれ、そうなの？滑ってます。これあの TRF だっけ？違います？あ、まあ、そうですね。なんか歌ってらっしゃいましたね。はい、うん、ね、歌いましたよ、お願いしますって書いてありますからね。あ、ちゃんと書いてあったんだ、うん、はい、ね、ちゃんとあの歌いました。さあ、マスク王子、いろいろとやったところで、こんばんは。やったよ、本当に、かなり久しぶりにメッセージいたします。改めて明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。うすうす重大発表とあの写真の意味が伝わってきましたが、あのスタジオはガラッと変わるってどれだけ変わるのかな。楽しみにしています。そして掃除、掃除で一番最初にやるところはお風呂場とトイレからやってから部屋の掃除をしています。うん、ではでは、漢字勉強しようねって。王子のことだねこれね。王子のことですよ。王子のことだね。ちゃんとこれ振り仮名あの振ってくれてるよ、漢字勉強って。みんな優しいです ね、ありがとう、本当にね、うん、ありがとう。はい、ありがとうございます。来週から読みやすくなるかもしれないね。だよね。はい、続いてですね、岐阜の9人のバーバさんからです。はい、ありがとうございま す。実は我が家の年末の大掃除はまだなんです。あら、そうなの。共働きですし帰りも遅い。食事作ったりと洗濯アイロンは必ずやらないといけないから、お掃除はいつも後回しになっています。うん、いつも綺麗にお掃除されてる方いますけど、本当に見習いたいです。味噌煮込みスキーさんもお仕事されていますが、毎日お掃除されているように見えます。お掃除する時間はどのように作っているのですか。 iPhone から送信。ということでございます。はい、掃除ですよね。もう何かのついでにやらないとできないというか、うん、うん、そうそうね、ちょっとここを拭くついでにここの網戸も拭いてみようとか、そういう感じでやるんですけど、まあとにかくですね、掃除はともかく整理整頓が苦手なんですね、私特に。あ、片付けがね。でも王子もそうですよね、こう整理整頓がなかなか、なんか整理整頓とか収納が上手な人って本当に憧れます。うん、なかなかね、あれセンスがいるんでしょうね。やっぱりね、多分 それはあると思います ね。なんかね、同じようにやってもならないですもの。うん、うんうん、それはあの男性女性関係なく、ね、うん、きっとやられる方、ね、いらっしゃいますもんね。本当本当そうです ね。だからまあ王子なんかだとこう女性の方の方がね、うん、あのきめ細やくって思う、ね、やるのかなと思って、そうでもないですよ、うん、なんですね、なんかね、こう自分でこう職場を改めてこう見るとですね、男性女性関係なくですね、うん、やっぱり綺麗にしてる人はね、あの男性でも本当に綺麗にしてらっしゃいますしね、うん、ね、もちろん女性の方もそういう方もたくさん見えますしね、なかなかね、
ならないですね、この3人はね。うん、ならないね。だからもう王子なんか置いた瞬間に、何を置いたかも忘れてて、どこに行っちゃったかってよく探しますから ね。うん、あでも埼玉の郷さんがいいこと言ってますよ。うち週末しか掃除できない共働きプラスボックス少年野球のコーチワイフコックできるときにやる、なるべく見つけたゴミは拾う癖つけてる。なるほど、うん、もうやっぱりそこから違いますよね、うんうんうん、で桃賀さん一人暮らしですが部屋によって住んでる人が違うのかっていうぐらい差があるらしく友達が引いておりましたなるほど、まあねね、じゃあまだメールありますよね。ありますあります、はい、お願いします、はい、続いてですね、はい、チェッカーズ無双さんからです。はい、ありがとうございます。こんばんは、寒い中放送ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。掃除は始めると止まりませんね。別に好きじゃないです、掃除やる人がいないし気持ちが悪いからやってるだけ、うん、そういえば沖縄ではトイレがタイル張りだから流し掃除が当たり前だけど内地では拭き掃除して終わるんですよね。私は、便座から床まで、ザブザブ洗っていますが皆さんどうですかということでございます。そうなん、そういえばそうですね、うん、沖縄のお手洗いっていうかね、うん、そうなんです、タイルが多いですね、うんうん、そうですね、うん、いますね。ね、確かにそう言われてみればね、割とだからね、こうだからこのね、あの便座からっていうところがすごいですね。うん、便座から水をあのジャバジャバかけるってこと？作りがもうあれなんですよね、うん、もう本当にタイルとかで本当に水をかけてゴシゴシするみたいな感じの作りなんですよね。そういうことですか、ね、うん、まあ、あの、まあ、クレンザーなんか使ってなんか、ね、あのオールマイティに綺麗になりそうですよね。そうやってね、あの水ザバ、うん、ね、ジャバジャバやってね。そういえばなんで沖縄ああいう感じなんですかね、タイルが多いんでしょうね、うんうんうん、ね、確かに。はい、ありがとうございま す、ね、やっぱりあれです、拭き掃除がメインですもんね。まあそうですね、うん、そうですね、うん、はい、なるほど、はい、メールあります。あ、はい、あ、だからでも埼玉の子さんがね、ワイフの実家のトイレ掃除めちゃくちゃ楽って、やっぱりそうですね、水流して水切りワイフ、やっぱりそうなんですね、うん、なるほどなるほど、うんうん、そしてあ、メールじゃあ紹介しますね。はい、はい、銭形警部さんからです。ありがとうございます。掃除といえば本来なら掃除や断捨離は昨年末までに済ましたかったのですが、昼夜仕事の上に休みのプライベートも忙しすぎるあまりに新年に入った今年も掃除や断捨離ができずままならないですね。落ち着くことができれば少しずつ掃除や断捨離をやっておきたいですね。あ、キユナーの皆さんはキユナーになってるキユナーの皆さんは昨年の掃除や断捨離は昨年のうちに住んでない人はいますかっていうことです。あ、いや、なんかあのね、うん、断捨離できないタイプなんですよね、王子ね。あ、うんうんうん、結構こうね、うん、考えちゃうんですよね、どうしようかなって。本当に、ね、物がこうないと心配になるタイプ、うん、なんかね、なんかなかなか捨てづらいっていうのかな、うん、よっぽど、踏ん切りつけないと、うん、うん、っていう感じですね。なんかこれなんか使うんじゃないかなって言って残っちゃうんですね、うん、そうそうそう、なんか、うん、なんかまたもったいないなとかね、うんうん、そんなような気がしてね、なかなか断捨離できないんですけど、うんうん、でも今日はあれだよね、はい、うん、いろいろとこのねメッセージがね激しく動いてるよね激しく動いてるよ。まあでも強いて言うなら、強いて言うなら王子のトークを断捨離したいなと思う。あ、そうするともう喋る機会が全然ないっていうそうだねいや、まあ散らかってるぐらいが旧名古屋は面白いのかもしれないですね。え、散らかってんの散らかってるよ。あのこれ今日はもう断極今日もあの砂ぼこりからもういろいろ反省点いっぱいだよ。え、それはだって今1時間番組だから延長戦しないけど、うんうん、これ、ね、30分番組だったら本当に延長戦だったよ。でもさ、ちゃんとさ、うん、ね、こう分からないところはね、うん、ね、みそちゃんに聞いてね、何ですかって聞いてるところはまた可愛いでしょねえ、ね、もうその結果なんかみんなね、みんながね、こう読み仮名をつけてくれたりね、本当にもうそうだよ、リスナーさんたちですよ、本当にもう皆様ね。はい、エンディングですね。はい、そうなの、はい、エンディングですライ週のテーマは
甘い。来週のテーマは甘いです。甘いお菓子や和菓子が好き、トークの詰めが甘いなど、皆様の甘いメッセージをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もたくさんのメール、ツイッケスコメントありがとうございました、うん、ありがとうございます。ペーターさんがもったいないな、あの山に埋もれそうですって、はいはい、はい、ということでね、はい、たくさんありがとうございました。ちょっとね、たくさん紹介できなかったんですけど、また来週もよろしくお願いします。はい、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました、ね、最後の最後聞いた、ね、へで終わってたでしょ閉店行くまでのへで終わってたからね、はい、ね、今日もあの楽しくね、はい、できましたので、皆さんね、ありがとうございます。ではまた来週です。来週もまた聞いてください。ありがとうございます。甘いですよ。はい、はい、また来週です。さよなら